私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。私は全身カスタムをしてフランス人形を目指しています。まず最初にそのフランスベルサイユ宮殿には行ったことは、はい、実家です。あ、そうですよね、失礼しました。国籍は日本ですよね。国籍は日本です。フランス人形を目指してます。あ、なるほど、はい、そのなんかバニラっていう名前にしたのはなんかどういう意味が込められてるんですか？あの、もともと本当にお母さんが決めた言葉っていうか、決めた名前っていうか、生まれる時に一番最初に思いついた名前がバニラちゃんだったっていうのを聞いて、え、私バニラちゃんだなって思ったんですよ、自分で。なんかすごいインスピレーションを受けて、いや絶対そっちの方が本物の私だなって思ったんで、なんかなんでそれを本名にしなかったんだろうみたいな。だからもう私は本名としてバニラを使ってますね。もう芸名っていうか、もう普段からやっぱりお人形さんに寄せてってる感じですか？あ、そうですね、全部もうお人形になるようには絶対先生に言いますね。まあそんな骨格じゃないし、眼球の大きさだって全然違うから、まあ、どうにもならないことが多いんで、なんかそれに近い人のもう目のパーツだったり鼻のパーツだったりの写真を探してきて、だからその丸々その人になりたいみたいな私はないんですよ。その人間には憧れてないから。でもなんかこのパーツとこのパーツと組み合わせたら結構お人形ちゃんじゃないみたいな、なんかオリジナルで結構考えてますね。なんでどんなきっかけで、あ、フランス人形かわいい、これに似てる方に進みたいって思ったのってどんなきっかけだったんですか？もうちっちゃい頃ですね。もう幼稚園とかもそれぐらいの時におばあちゃん家にあったフランス人形を見て可愛いなと思って、でそっからその服装もそうだし、まあ、顔もそうだし、なんかロリータとかにも目覚めて、でもやっぱそこにはその似合う顔がないとダメだし、なんか服着るだけじゃダメなんだなっていう、見た目も完璧だったらやっぱ似合うし可愛いなと思って。でも実際に本当にじゃあそれに近づくために行動しようって思ったのは、でも小学校ぐらいの時からもう整形はしたいのを決めてたんで。小学校の時からですか？そうですね、うん、絶対もうフランス人形になろうみたいな。じゃあなんか子供の時ってその自分の見た目に対して不安とか不満ってありましたか？え、不満と不安しかないしかないですか？え、というか普通に生きてることが辛かったレベルです。自分の顔が嫌いだし、人に見られるのも苦痛だし、自分で鏡で見るのも苦痛だし、だからそれに対していじめてくる人とかもいたんで、自分でも分かってるから余計嫌だったし、だからよくいじめられたからそれがトラウマになってカスタムしたんじゃないのみたいな言ってくる人いるんですけど、いや私は自分自身が気に入らないからやってるだけで、私は他人の意見とか全く関係ないんですよ。今でも別にもうそれ以上やらなくていいじゃんって言われても、自分が納得いかないからやるだけだって、別に人の意見とか求めてないしみたいな。え、でもあのすいません、勝手にあのその時の顔みたいな写真って見たことあるけど、全然普通に、そんななんで嫌なんだろうっていう、まあ人間に生まれてきたこと自体が私的に間違いだった的な、なんか違う姿で生まれてきてしまった感じ、自分の姿を自分が受け入れれないっていうか拒絶しちゃうっていうか、だから今はどちらかというと元に戻す手術をしてる感覚なんですよね。自分の本当の中身と見た目とちょっと違うから苦しいっていう相談とかはしましたか、親御さんには？そうですね、親に相談すると、まあ別に不細工だし整形すればみたいな感じ。それ親が言います？いや言われましたね。私も自分でそう思ってたからそうだよねって思うだけで、まあ、逆にあの止められなくてよかったなっていうか、それを絶対やっちゃダメって言われたら結構辛いですけど、
本人に聞いた時になんか覚えてないって言われて、うん、なんか私は愛されてない子なんだってずっと思ってたんで、うん、弟がいるんですけど弟はすごい可愛がられてるのに私だけ可愛がられてないっていつも思ってて、いらない子なんだみたいな感じで育ってたんですよね、うん、愛情が全然違ったから接し方とか。え、もうここまで持ってくるのに何回ぐらい全部で、回数で言うとどうなんだろう、100回以上やってるのかなもう結構もう本当にやることやったんで、なんかできるとこがもう限られてるんですよ。私本当コツ切りとかぐらいしかあとやるとこがなくて。コツ切りってその骨を切る、その V ラインだったりとか頬骨だったりとか、もうあんまり同じ箇所を何回もオペすると良くないんで、鼻とかも本当はこれが完璧って思ってるわけじゃないけど、もうこれ以上今5回ぐらい入れ替えてるんですよ、プロテーゼを。それをやりすぎると今度鼻が壊死しちゃうとかね、後悔することが一番嫌なんで、ちゃんと考えてそこはやるようにしてます、ね。うん、何でも多分ホイホイやってるって思われてるかもしれないけど結構私慎重にそこを考えて先生と相談して、ちゃんとリスクも聞いた上で考えてからやるんで。さっきもメイクだけじゃ変わんないっていうのはもうおっしゃってたんですけど、うん、メイクだけでも例えば外見のコンプレックスをちょっとカバーして変えられたりすることっていうのはあると思いますか？うん、まあ、それはもちろんありますね。ちなみになんですけど、すごい初めましてですごいズーズーしいお願いなんですけど、はい、バニラさんメイクを今日ちょっとやってみてもらうことって、うん、目だけとか、はい、全然大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、でもなんかそんなたくさん施術を受けてたら、その中でちょっと危険だったり体に害があるっぽいものって今までなかったですか？一番大変だったのがおでこの手術だったんで、頭開けなきゃいけなかったんで、この後頭部のところをベロンって、おでこなのに、そう、で、ここから剥がしてここに人工骨入れて、もう一回縫ってとか、全くリスクのないオペってないんじゃないですかね。でもじゃあ例えば今までお医者さんにこれは危険だよみたいに言われたことありますか？もう鼻はこれ以上触んない方がいいって言われてますね、私は。一回なんか取ってもらってまた入れるとかなると結構すごい高くなります。え、じゃあその高かった修正いくらぐらいでした？100万以上かかってますよね、絶対150ぐらいかな。すごい、また入れ直しとかやってたら。鼻はやめといた方がいいよ以外はなんかお医者さんから注意を受けたことありますか？その傷つけちゃいけない神経が人によってどこを通ってるかっていうのが違うんですよね。そこを傷つけるとあのもう本当に動かなくなっちゃう。それ失敗しちゃった子は本当にもうよだれとか垂れ流し状態で口が閉じないから、なんかもう生活保護を受けて暮らしてるみたいな子もいますね。元の写真見せてもらったけどすごい可愛いのに怖いなと思って、だからそんな即決してできないですね、うん、え、じゃあ手術は成功したとして、はい、その後になんかやっぱ時間が経ってから後遺症とかで、特に支障はないですかね。胸大きくしすぎて服入らないとかそういうのはあるんですけど、それ全然嬉しいやつし嬉しいですかね。なんか気に入ってたものが消えなくなる時もありますけどね。あ、胸も入れたんですか？胸を3回も3回入れ替えてますね。それ定期的に入れ替えないといけないものなんですか？入れ替えなければいけないわけじゃなくて、うん、やりたい、まあ、大きさがあって、でもそのかなり大きめにしたかったんで、1回目でいきなりそれをやるともう皮膚が破れちゃうから、ちょっとずつ皮膚を伸ばしてみたいな。絶対いきなりは無理なんですよ、皮膚が限界が。今はそれの最終段階ですか？もうこの大きさでいいかなと思ってますね。だいぶありますもんね。もう今 M カップとかなんで。 M? 聞いたことないですけどもうブラもないし服も結構大変だし。え？ M カップやばいっすね聞いたことなかったよ、びっくりしたすごい、めっちゃキラキラですね。目の下に黒いのやってるんですね。これなんで黒いのやるんですか？あ、涙袋をメイクで作ってます。今って次カスタムする予定の部分とかってありますか？
脂肪吸引ですかね。どこですか。いや太ももとかお腹とか、いっぺんに終わらせれたらまだいいんですけど、私太ももとお腹と二の腕を一回やってるけど、ヘモグロビンの数とかが減っちゃうんで、また一箇所ずつとかしかできないのも大変で、もうなんか常にダウンタイムみたいになっちゃうじゃないですか。ダウンタイムのこととかちょっと考えてませんでした。もう終わったら、その時は超痛いけど終わったらちゃんちゃんみたいな。いやそんなことないです。なわけないです。でも1ヶ月ぐらい圧迫は絶対必須なんで、まあ足とか取ったとしたら、その元のなんて言うんだろう、骨があって筋肉があって脂肪の層があって皮膚があるじゃないですか。その脂肪がなくなったらここに空洞ができちゃうじゃないですか。あ、確かに。それをひっつけなきゃいけないんですよ。ちゃんとそれをこうきれいに圧迫しなきゃいけないんですよ。ぐるぐる巻きで、ですごい着圧のタイツ履いてガードル履いてとか、もう30ぐらいにしなきゃいけないんですよ。まあ、できるだけ長くやった方が仕上がりが綺麗なんで、結構ね、あの太ももの脂肪吸引ってみんなボコボコになりやすいんですけど、でそれを知ってたから余計ちゃんとケアしとこうと思って。めちゃくちゃ痛いですよ。でも脂肪吸引した後って筋肉痛 ×500 倍ぐらいみたいな感じ。じゃあ今まで合計ではどのくらい結果使いましたか。合計で2億円以上は使いました。でもな、何をしてそんなにお金があったんですか。すごい霊場とか。私ホステスをやって、まあ、高級クラブと言われる水商売をやって、そこで頑張ってお金を貯めて、で綺麗になればまたそこにメリットできるじゃないですか。お客さんがまたつくようになるから、なんか一番適職なんじゃないかなと思って。普通のお仕事よりも稼げるし、もちろん人との出会いもあるし、その自分があんまり人と喋るのも苦手だったりとか、でそういうのも全部克服したいなと思ったら、全てにおいてなんか水商売が一番いいのかなと思って。まだホステスさんのお仕事とかはされてるんですか。私今自分のバーをやっててプロデュースしてるんですけど、六本木の方でやってて、あとは自分の YouTube チャンネルをやってるんで、あとインスタとかなんかそういうインフルエンサー的なお仕事もやってます。あと17とかのライブ配信とか、いろんなことをやってますね、はい、常に。なんかバニラさんの外見に対しては日本人はだいたいどんな反応してますか、一般的に。私のこと知らない人から見ると必ず、どこのハーフとか何人って聞かれますね。なんか急にロシア語で話しかけられたりとか。でもぽい、そっち入ってそうな感じですよね。ヨーロッパですよね、確実に。なんかずっと英語で話しかけてくる人とか全然わかんないし、まあ、顔出してる YouTuber の人だったら絶対ファンとアンチいるじゃないですか。どっちの方が多いとかありますか。ファンの方が多いですか。ファンの方が多いんじゃないんですか。どうなんだろう。アンチは本当に最初テレビ出た時はほとんどアンチだと思って出たんですよ。テレビに出た時はもう覚悟の上で、その、まあ、整形自体なんかいろいろ批判が多いまだ時代だったんで、うん、けど意外となんか賛成な人も多くて、あれそうなんだみたいな、うん、あみんなもうすごいブーイング来るんだろうなって思ってたから、いや私も実は悩んでてしたいんですけど勇気がなくてって人が意外にも多くて、だからもう最近なんか特にみんなね全然公言しちゃってるからさらに減ってると思うんで。ちなみになんかじゃ例えばそのアンチの人で一番これ過激だなっていうコメントみたいなのってどんなのありました。事故ってなんかぐちゃぐちゃになればいいのにとかそういう系ですかね。いやいやいや小学生のなんかあれみたいな。あ、なるほど。なんでそんなこと言っちゃうのかなってなんかよく宇宙人のマーク送ってくる人、すごい顎シュッてして小顔で目が大きいんですよ。目指してるとこと別にかけ離れてもないから、あなんか可愛いですねとかなっちゃう。確かにありがとうみたいな。じゃあその写真の中のバニラちゃんは、はい、今のバニラさんを見て喜ぶと思いますか。あ喜ぶと思います。だいぶいい感じじゃんみたいな。やったじゃんみたいな。いい感じになってきたじゃんみたいな、うん、もう今まで数々のカスタムを経て今の携帯にはもう満足はしてますか。いや満足はしてないですね。うん、満足する日は、わかんない来なさそう。満足ってことはもうなんか完成ってことだと思うから、全然まだまだ。でも何かしらね、維持っていうか
ほっといたら絶対老けるだけなんで、それを避けたいから、まあ、プラセンタとかそういう系はやめないと思いますね。なんか周りの人たちからきっとカスタムクイーンみたいな感じで見られてると思うんですよ。それ以外のバニラさんとして見てほしいって思う時とかってありますか？私は勘違いされやすいと思うんですよ。なんかすごい喋るまではちょっとなんか性格悪そうだとか冷たそうだとかきつそうだとか、結構喋ったら意外と普通。なんかあくまでもこれは本当自分の趣味みたいな感じで、まあ、最初は別にそのカスタムで有名になろうって思ってもなかったから、気づいたらこんなとこまで来てしまったみたいな感じなんで、なんか本来の私をもうちょっと知ってほしいかなって感じ。バニラさんの思う美の定義とはズバリ何ですか？その血の通ってない正気の感じないフランス人形のような美しさが美しさの定義。もうアートの世界ですね、言ったら。だから私はアーティストであり作品であるみたいな、自分で自分の作品を作ってるみたいな。今が完成ではないけど、だんだん完成に近づいてきてるっていう感じですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。